こんばんは埼玉セーブライオンズ高橋コーナーです、えー。高橋コーナーのこうなるしかない始まりました。よろしくお願いします、えー。そうですね。最近のエピソードはですね、あの千葉の方にあるなんかマザー牧場っていうところにこの前行ってきたんですけど、そこはあの羊がいたりだとか <laughs>、あと馬がいたり。 いろんな動物がいる、こうすっごいこう自然が豊かな場所で、そこに愛犬の2匹と、まあ、家族で行ったんですけど、あのすごい自然に癒されて、パワーアップしたって話なんですけど、あのやっぱり自然っていいですよね、僕、田舎育ちなのですごい気持ちがリラックスするし、はい、自然の中に埋もれたいですね <laughs>、まあ。っていうのがエピソードですね。えー、で今日も ま早速ですけど始めたいと思うんですけど今日もリスナーの皆様からえ質問をたくさんいただいておりますえそれに答えていきたいと思いますえ埼玉県戸田市ラジオネームお弁当さんからですえズバリコーナーさんが一番好きな球場はどこですか1番がベルーナドームだったらぜひ2番目に好きな球場も教えてくださいなるほど まあもうそうですねあのお弁当さんの言うとおり一番がベルーナですね、やっぱり愛着があるし、あのーね、夏はちょっと暑いっていうのが、まあ、少しデメリットではあるとは思うんですけど、まあ、でもこう雰囲気がいいですよね、自然もあるし、すごい今気に入ってますね、ベルーナドーム <laughs> で。2番目そうですね僕は やっぱりあのスコンですかねあの日本ハムのホーム球場のエスコンがやっぱり新しいっていうのもありますけどテンション上がりますよねやっぱ綺麗ですしあのロッカーの中もすごい綺麗なんですよねやっぱりこうみんなの顔が見れるような作りになっていてそういう雰囲気もいいですねはいだからぜひ皆さんあのファンの皆さんもリサーの皆さんもあのベルーナドームに 来ていただいてはい、応援してください。ま是、あ、非、ぜひあのエスコンの方にもね。あの気になる方がいたら行ってもらえたら、あのすごくまた違った雰囲気を味わえるんじゃないかなと思います。はい。続いていきます。ラジオネーム56歳神奈川県大和市 鶴ちゃんからです、えー、コーナー投手は群馬県出身で沼田市の親善大使ですねその通りです親善大使やってます、えー、で群馬県のいいところおすすめの食べ物観光名所などを教えてください群馬大使の中山秀幸さん井森美幸さんに負けないアピールお願いしますおおいいですねそうですねあんほんと僕群馬で <laughs> ずっと育ってきたので 本当に愛着がすすごくあります、ね、で、まあ、そうですねやっぱり群馬大使のこのお二人に負けないアピールをしなきゃいけないと思うんですけど、まあ、将来的にはやっぱりね群馬大使っていうのもね狙っていきたいなって思ってますねはいでいいところうーんそうですねやっぱり皆さん知ってるかな鳥平っていう弁当屋さんがある 鳥平っていう鶏肉の薄い薄く切ったやつのお弁当屋さんがあるんですよ。鳥平っていうとこ群馬だと思うんですけど、その弁当が多分47都道府県でやっぱ圧倒的一番うまいですね。それはでも群馬のいいとこというかお,おすすめの食べ物ですね。で、おすすめの食べ物ですし。あと観光名所って言ったらまあ、僕の近所なんですけど、家の吹き割れの滝っていうとこがありまして。 あのすごいこう大きな滝がありましてほんとこうこれはどうやって作り出されたんだろうっていう不思議な気持ちにもなりますしこう神秘的な場所ですしあとはこの水しびきというかこうイオンイオンって何て言うんだろうなそういうのがすごく感じれて夏場とか行ったらめっちゃ涼しいですね涼しいしやっぱ気持ちいいので是非ねあのー 鳥兵は食べてもらいたいですしあの吹き割れの滝はね皆さんに行ってもらいたいななんて思いますねはいということであのそろそろお別れのお時間です、えー、引き続きあなたからのメッセージを待っています高橋光成ーーのこうなるしかないお相手は埼玉西武ライオンズ高橋光成ーーでしたまた来週